平日で日本を元気にする修華道絵画骨董買取プロの田中でございます。はい、ね、新刊九龍堂さんから新刊出てね、さっきちょっととある美術商の人が買ってくれということでですね、買ってこれぜひ お披露目したいと思います。これ、藤田津軽覚書、レオナルド藤田津軽覚書、レオナルド藤田との散歩っていう本ですね、藤田嗣隆さんという方が書いてます。藤田家9代目が次世代の人に送る覚書、藤田にまつわる真実を消えゆく前に書き留めたっていう本ですね。でこれはですね、僕も今手に入れたばっかなんでまだ中身は読んでないんですけども、藤田嗣隆って実はね非常に資料の多い人です。まずそもそも本人が結構長文の日記的な文章を残してますしですね、まあ何ていうかしら、まあ絵のオリジナリティから言ってもですね、非常にその調べがいのある人でですね、私どものお客様でもあるとある方がですね、資料をものすごい膨大な量収集してですね、まあこれ確か自費出版だと思いますが、ものすごい巨大な本を出されたりもしています。それはねちょっと一般書店では並んでないかもしれませんけれども、まあ、それだけとにかく資料があり、まあ、調べたらいっぱいこういろんな事実が出てくる。で本人の語り口の中に、まあ日記って言ってもね、もちろん、自分語りをするときに全部真実とは限りませんけれども、いろんな角度から、まあ本がこれからも出てっても全然おかしくない、まあ、そのぐらいに面白い、やっぱ人物としても生き方としてもそれから作品内容としても非常に面白い作家ですね。世界で今高評価を受けているのもやはり多角的に見ていろんな面白さがあり、それから作品もまた未知のものが出てきた時にすごくいいものが出てくる可能性がまだある。そういうところがですね、日本のいろんな画家の中でも特に面白い画家であるということが言えると思います。今日私どももちょっと一点ですね、売らせていただいたものありましたけれども、藤田についてですね、ぜひ解体作家です、藤田嗣隆、レオナール藤田の作品お持ちの方はこちらの絵画骨董買取プロの、ホームページじゃなかった、ホームページですね、まで連絡いただければと思います。 LINE 査定はこちらの QR コード、フリーダイヤルはこちらの番号までお願いいたします。